この春、定員割れする大学はどこでしょう別に、この大学だみたいな動画ではありません。どこが定員割れするかっていうのは、あの、まあ、5月になればですね、各大学が入学者数を公表するんで、そこでやばいことになった大学は分析しようと思うんですけど、まあ、あの、現段階からこうなるだろうという、これは予測ですね。ドン、えー、大学の三極化と高校の三極化というものが複雑な、こうですね、えー、様相を描いておりまして、まず大学、まあ、主に、 私立大学の三極化ということで、親ガチャ格差大受験の難関大推薦全入大の三つがあります。親ガチャ格差大というのはですね、早稲田や慶応や同志社、カンカン同立、えー、一部のマーチの大学のように、一見受験の難関をらしてるんですけど、実際には付属高校や名門指定校でごっそり半分取ってる大学です。親ガチャ格差大親が金がないと、都会に住んでないと入れない大学です。まあもちろん、一般も半分は残ってるんで、 みんな頑張ってくださいと。というのが、親ガチャ格差代。これらはもう、志願者数を追わないです。名門であるブランドと、高所得者、富裕層さえ入ってくれればいいわけですから。で、もうこの大学については特に語ることがない。え次の大学が、受験の難関代。こちらが、志願者数が何万人という戦いをまだやっている大学です。で、三つ目の塊が、推薦全入代。はい、もう言うまでもないですね。というふうに、大学は三極化しています。 ただし、今後少子化が進んでいくと、受験の難関代が重力が下がってきて、推薦全入代の方にどんどん移行していくんじゃないかと私は思っています。で、この受験の難関代が推薦全入代になることで、受験者を取られてえ飛ぶのが現在の推薦全入代です。では、高校側はどうなっているでしょう。方向の三極化です。一番上が、親ガチャ格差大学と相性の良い、付属指定校名門です。 まあ、大学の付属高校は言わずもがな。あとは、首都圏で多いのが、名門大学から結構な数の指定校推薦をいただき、その、統合型選抜とか学校推薦型選抜っていうか、指定校推薦で大体決まっちゃう、まあ女子校とかですね。次のゾーンが、一般選抜命高校です。まあ、これは今となっては偏差値57以上、高学力高校で、まあ、例えば都立高校とか、各県の県立高校とか、地方であれば5教科で、 国立へ行けとあるいは、まあ、首都圏であればマーチへ行けとカンカン同立へ行けみたいなのが一般選抜命高校です。で、この一般選抜命高校の、まあ、上位校や成績優秀な生徒は当然、枠の狭い親ガチャ格差大に挑戦します。で、あとは受験の難関大にも挑戦します。で、受かんなければ推薦全入大ゾーンにも挑戦します。 というのが一般選抜命高校で。まあここがまだマジョリティですね。3つ目の高校がまあ、偏差値5。7以下推薦全入進路指導高校です。まあ、まだここはねあの厳密に区別されてるわけじゃないんですけど、半分ぐらいはまだ一般選抜で行くんだけど、まあ山のように指定校が来るので、もう指定校でどこでもいいやという高校ですね。 でこの指定校でどこでもいいやという高校は当たり前ですが、推薦全入大学とはとても相性が良いです。年内推薦で確保したい大学、年内に決めたい受験生、受験生といえるのか、高校3年生。ということで、この一番下の推薦全入大と推薦全入進路指導高校は負のウィンウィン関係でしたが、何が起きているか、推薦全入高校であっても、できることなら受験の難関大に入りたいわけです。 なので、一定数は一般選抜を頑張ります。また、受験の難関台から指定校が来れば飛びつきます。総合型や学校推薦型もやってみる。まあ、公募制推薦とか。ということで、えー、いろんな線が走ってますけど、赤い線が2本消えます。まずは、一般選抜命受験型高校は、推薦全入大なんぞ入りたくありません。これが今、急激に消えている。さらに、 推薦全入進路指導高校であっても、推薦全入大よりはブランド力の高い受験の難関大に行った方がいいに決まってるわけです。この一般選抜型上位高校が、えー、推薦全入大学を一般選抜で受験しなくなってると、まあ、この冬の受験において一般選抜の志願者数が激減するわけですね。だってこの一般選抜命高校が入りたいわけないんですから。 受かんないから受けてるだけで入りたくないわけですよ。で、この一般選抜命高校から見放された推薦全入大が、もはや志願者何千人とかいう次元ではなくなると。もうお正月明けたら受験は終わってる大学ですね。では、推薦全入進路指導高校が、まあ、いつまで推薦全入大を頼ってくれるのか。今、この瞬間は、ウィンウィンの良い関係がまだ続いているところも多いと思います。年内推薦で、 まいただけの指定校がしっかり来てくれるため、年内に新入生の7割ぐらいは確保されている、ぶっちゃけ、一般選抜がこけようが、志願者数が減ろうが、まあ定員割れはしないだろうという状況の大学が飛びます。だって、少子化は進んでいくし、高校だってブランドを守りたいですから、必死ですので、今、この負のウィンウィン関係のうち、高校側が離脱します。 重力が下がってくる受験の難関大の方にどんどん寄っていくわけですね。それはですね、あのー、誰でも入れる大学よりはブランド大の方が良いということで、だからまだ大東亜帝国とかニットコマ線なんていうのは、まあ、輝くブランドでございますんで、この3番目の高校から見ればですね、そっちへ行ってしまうことは確実です。ということで、現状、推薦全入大の皆さん、皆さんと良い関係にある推薦全入進路指導高校は、あなたの大学を裏切ります。 いつになるか分かりません。来年かもしれない。10年後かもしれませんが、今は、あなたの大学がまいた指定校5人、ちゃんと生徒を送ってくれてるんですけど、今後、送ってくれなくなるんですよ。いやー、もっといい大学の指定校来ちゃったんで、生き残りをかけて、受験の難関代から重力が下がってきてですね、こう大東亜帝国あたりが指定校祭りになったら、勝てないわけですよね。ということで、えー、この、 現状で推薦全入大であって、一般選抜命の高校から一般選抜で受けてもらえない大学が、えー、この春、定員割れになるだろう。という感じですねで。定員割れだからいい悪いとか言うよりは、もう素人が見ても、誰が見ても危ない大学というものがはっきりしてしまうと思います。じょ徐々に来るんですよ。まずは、一般選抜の受験者数が圧倒的に少ない。 とはいえ、まだ定員割れしてないんで、一見安心です。次に、とうとう推薦も取れなくなる。年内推薦が取れなくなる。だって、推薦全入進路指導高校が送ってくれなくなるんです。X デは近い。決してこれはネガティブな話してるわけじゃなくて、この動画を見てるえ各大学の経営者の皆さん、経営に関わる皆さんが、 自分たちの大学が今危険水域にあるということを認識すれば這い上がれます。あの同じような大学群の中にはっきり勝ち負けができてるんですよ。例えば関西であれば大手門学院大学は1万6000人も志願者集まってるのに何でも大山学院3400人なのとかですね。向川女子と神戸女学院で志願者10倍ぐらい違いますよとかですね。首都圏でも同じようなこと起きてまして。 同じランクの大学で極端に格差が開いています。すなわち、同じような大学群の中で、この動画を見て気がついたあなたの大学だけ生き残れればいいんですよ。というわけで、えー、コンサルタント山内へのご相談お待ちしております。初回は無料です。